シプロヘプタジンは、第一世代抗ヒースタミン薬の一つである。抗コ,コリン作用、抗セロトニン作用、極小麻酔作用を持つ。商品名ペリャクチン。皮膚疾患に伴う、創用、ジンマシン、血管運動性不カ枯ク草熱、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒登場起動炎に伴うくしゃみ、微重、外装に用いられる。下記の患者には近忌とされている。 添付文書に記載されている重大な副作用は、サクラン、幻覚、痙攣、無下流休症である。5%以上の患者に眠気が現れる。その他発現しうる副作用には、下記のものが挙げられる。8から1 2ラム、日5日間の副用で成長ホルモンの分泌が抑制されることが示された。過量投与の対処法としては、胃洗浄や、オート誘発が推奨される。 症状は、通常、中枢神経抑制及び過剰高コリン効果である。マウスでの LD50 は 123mgkg、ラットでは 295mgkg である。シプロヘプタジンは、下記の核受容体の喫抗薬、または逆作動薬として採用する。略語、RC-RAT-MNNG108 から15、マウスシプロヘプタジンは、 蛍光投与での吸収率が高く、1から3時間で最高血中濃度に達する。蛍光投与時の血中半減期は約8時間である。シプロヘプタジンは猫の食欲刺激、または気管支喘息の補助治療薬として使用される。副作用として興奮及び攻撃性が現れることがある。猫での半減期は約12時間である。シプロヘプタジンを 馬の下水体中間部機能不全の治療に応用し、成功している。ありがとうございます。